三入高松城は、広島県広島市朝北区壁にある日本の城跡単に、高松城とも言う。熊谷市の遺跡として、広島県指定史跡。秋国蔵入り層を領地とした熊谷市の居城である。1221年に勃発した上級の乱の先行により、秋に入った当時の熊谷市は、当初三入り層北端に、伊勢が、 壺城を構え、居城とした。しかし、戦乱の世になるにつれ、平坦な丘にある伊勢が、壺城の防備に不安を感じ、当主の熊谷忠行は、急峻な高松山に居城を構えた。これが三入高松城の始まりである。しかし、大英年間に築城されたとする説などもあり、正確な築城年月は不明である。戦国時代当初は、 熊谷氏は、秋武田氏に侵入していたが、熊谷信直の代になり、領土問題などの葬儀が起こったため武田氏から、離反した。天文2年信直は、毛利元成と和議を結び、以後毛利氏の重心となっていった。同年、熊谷氏の旧市、秋武田氏の武田三つかずによる攻撃を受けたが、落城せず、その防御能力の高さを見せつけた。1591年に、 広島城が完成すると、熊谷市も城下に移住したが、慶長5年、関ヶ原の戦いの後に、熊谷市が毛利氏の傍聴違法に従い帰国を離れるまで、三入高松城は熊谷市の居城であった。城の北麓に熊谷高直が築いたとされる熊谷市巨漢の土屋式跡がある。1615年の一国一条例で破却され、多くの遺構が消滅した。 三入高松城高松山で行われる大文字焼き城山は防水型をした急春で高さのある山である。高松山の標高は339メートル。頂上からは南方に秋香川市の焼城、久村市の江戸山城、遥かに秋武田市の佐藤銀山城を望むことができる。城石には井戸跡やバ,バアと石垣がわずかに残っており、 本丸のドルや跡などが確認できる。前方には川が外堀として流れており、山自体もかなり急峻な典型的な山城である。城石は1951年4月6日に広島県の史跡に指定されたが、1970年1月30日の追加指定と名称変更により、伊勢が坪城、土屋敷、菩提書、観音寺跡と合わせて、 熊谷市の遺跡として一括された。現在の高松山では、毎年5月末の土日に山腹に大文字を点火、検討する行事が行われている。これは山頂にあるあた子神社の春祭りの一端として行われている。この壁の地は、京都のように山と川に囲まれた盆地のようであり、この壁の大文字焼きは、京都の大文字を真似たものと言われている。 ありがとうございます。